新型コロナの感染が拡大する北京では、中心部に近い地域の封鎖がおよそ3週間ぶりに解除されました。こちら看板や柵が設置された奥が封鎖エリアとなっていましたが、現在は通行が可能となっています。二十多天基本上都没那个我们店也关了。天安門広場から車で15分ほどの地区では18日、数キロ四方に及んだ封鎖がおよそ3週間ぶりに解除されました。北京では都市全体のロックダウンにはなっていませんが、17日には69人の感染者が確認され、現在も複数の地区で広範囲の封鎖が続いています。政府系メディアは、封鎖の解除は勝利宣言ではないと、引き続き感染対策の徹底を呼びかけています。